こんにちは、渡辺水かです。動画をご覧いただきましてありがとうございます。本日は2021年12月12日です。 はい、今日はいい天気ですけれどもね、あの、先ほど地震がありましたけれども、大丈夫だったでしょうか。あの、最近私は何が起きたとしても、以前だったらね、自然現象だとか、偶然起きたとか、あの、そういうふうに捉えていたんですけども、最近はもう日々素直さを失っておりまして、もう何が来てもね、誰かの陰謀なんじゃないかとか、誰かが仕掛けてるんじゃないか、情報操作なんじゃないか、もう操作されてるんじゃないかとかね、あの、そんなふうに、だんだんね、捉えることが多くなっている、まあ、悲しい状況にありますけれども、まあ、そんな中でもですね、 やっぱりあのこれに関してはもう譲れない、純粋さを失いたくないとあのそのものの見方にですね、そう思う。 ものが、その、えー、そう思うものの一つが私にとってあの、体のエイダなんですけれども、今日ご紹介するこちらの、あ、モトリフールの記事ですね。この記者さん、トレバーさんとおっしゃる方なんですが、この方も、my best click c u e n c y to buy right now ということで、体のエイダを取り上げてくださっています。これは今買うべき暗号通貨、私のベストワンということで、ここでは、体のプロジェクトのことしか述べられていないんですね。ということは、この方の、あの、これから買うべき、まあ今買うべきベストワン、 な、暗号通貨としては、カルダノだよということが言いたいわけなんです。ということでですね、こちらの記事はそれほど長くありません。12月11日付の記事なので、昨日、 発表されたばかりの記事になっていますし、まあ気持ちよくね、聞いていただけるのではないかと思います。そして、えー、ただいま、カルダノエーダーはですね、時価総額変わらず、第6位ですね、そして156円3銭をつけていますけれども、昨日、昨日からというか、ここ24時間で10%上昇していますけれども、カルダノの本当の価値を見た場合、まだまだ、 あの過小評価というか、これは下げすぎだろうと <laughs>、ね、言いたくなる状況ではありますね。はい、ではあの、記事の方に戻っていきましょう。で,、えー、とあでは、早速タイトルからいきましょう。実はさっきからのトラブル続きでも何回も、ね、これ取り直してるんですね。本当にあの終わりこの記事、ね、読み終わりそうだ 時にちょっとね、ハプニングが起きましてですね。はい。すいません。では、あの、進めていきたいと思います。今買うべき暗号通貨、私のベストワン、12月11日続けです。え、体のプロジェクトは学術的な研究と経験豊富な開発者チームによって支えられている。重要なポイントが3つに分けられています。え、3つにまとめられています。で1つ目は、体のブロックチェーンはイーサリアムチームの元メンバーらによって設計された。 2番目、カルダノは2021年9月にスマートコントラクトのサポートを開始したで。3番目、ウロボロスハイドラコンセンサスプロトコルはネットワークのトランザクションの処理量を押し上げる。では、内容に入っていきましょう。 2015年、イーサリアムの共同創業者であったチャールズ・ホスキンソン氏とその同僚、ジェレミー・ウッド氏は、イーサリアム財団を離れ、自らインプット・アウトプット IOHK を立ち上げた。2017年、IOHK は a イ d a トークンを搭載した。 ブロックチェーンカルダノを立ち上げた。デビュー以来、その価格は4700%も高騰し、420億ドルの市場価値を達成した。これによってカルダノエーダは、現在最も価値のある暗号通貨第6位となっている。しかし、カルダノの価値、これは時価総額のことですね。これはイーサリアムの10倍もないとはいえ、その開発チームは、野心的な成長戦略を実行している。そのため、この暗号通貨にはまだ多くの潜在的な利点がある。 ここでは読者が知っておくべきことを説明しよう。開発の5つのフェーズ。カルダノはイーサリアムと同じくプログラム可能なブロックチェーンであり、スマートコントラクト、自己実行型コンピュータープログラムをサポートするように設計されているということになる。しかし、カルダノの開発チームはさらに慎重なアプローチでプラットフォームを構築しており、学術的なピアレビュー、これは査読のことです。そのために研究論文を頻繁に提出している。 実際には、プロジェクト自体は5つのフェーズに分かれており、それぞれ、バイロン、シェリー、ゴーゲン、場所ボルテールとなっている。最初の2つのフェーズ、これはバイロンとシェリーですね。で、この2つはそれぞれ、あ、この2つのフェーズは完了しており、この2つはそれぞれ基盤の構築とネットワークの分散化に焦点を当てたものである。 この期間中、カルダナには、ウロボロスと呼ばれる独自の POS、Proof Stake Consensus Protocol が搭載された。ウロボロスとはドラゴンが自分の尻尾を食べている姿を表した古代エジプトのシンボルで無限を意味するものである。2021年9月の第3フェーズでは、スマートコントラクトのサポートが追加され、分散型アプリケーション、DAPS や分散型金融、ディファイ製品がカルダノブロックチェーン上に 展開できるようになった。現在稼働している DAPS はほとんどないが、約4000人の開発者がプロジェクトを進めており、そう遠くない未来にカルダノは活発なエコシステムになる可能性がある。今後はまだスケジュールが組まれていない第4フェーズ、第5フェーズで、スケーラビリティ、場所とガバナンスボルテールに取り組むことになっている。 でその後ちょっと私が補足したんですけれども、各フェーズは完了してから次のフェーズに移行するのではなく、同時進行しているということで、まあ、スケールアビリティに関してはね、これはどのブロックチェーンも大きな課題になっていまして、そう簡単に、 いくものではないんですけども、ガバナンスに関しましては、もうカルダノでは、あの、本当はね、これ、第5段階がボルテールということになっているんですけども、すでに、そのガバナンスに相当する、まあ、投票制度ですね、あの、プロジェクトカタリストというものがもう導入されています。そして、えっ、ー、と、プロあ、その、プロジェクト、カルダノコミュニティの中で、プロジェクト、こういうプロジェクトを立ち上げたいということで、あの、その提案書を出していただいて、それに対していいとか悪いとか、この投票できる、そのシステムはもうすでに導入されています。 ますでにね、もうシェリーの段階からゴーゲンとゴルテールに関しては同時進行で開発が進められていました。で、えー、次ですね、その間に、まあ、ここからはまたスケーラビリティの話になりますが、その間にカル,カルダの開発チームは理論的には1秒間に100万トランザクション、TPS までスループット、処理量を向上させることができる POS コンセンサスメカニズムのバージョンの一つ、ウロボロスハイドラを実装する予定である。なぜそれが重要なのかを 理解するため、スケーラビリティについて説明しよう。ということで、まあ、カルダノにとってはね、このスケーラビリティを、えー、搭載するにあたって、そのカル、えー、ハイドラですね、ウロボロスハイドラが必需品であると、チャールズ・ホスキンソー氏もおっしゃっています。この、まあ、ウロボロスコンセンサスプロトコル。 エロブロスのコンセンサスプロトコルは時間を20秒ごとのスロットに分割する各スロットではネットワーク参加者ステークプールがランダムに選ばれ取引ブロックを検証してブロックチェーンに3追加する ロボロスは POW プルーフ o r フワークコンセンサスとは異なり、膨大なコンピューティングパワーを必要としないため、環境に優しいコンセンサスと言える。しかし、カルダのブロックチェーンは現在 250TPS しか対応していないにしても、イーサリアムの約 30TPS と比較すれば、かなりのものである。それにしても理論的には、処理能力が 24000TPS のビザのようなグローバル決済ネットワークとは比較にならない。 言い換えれば、ブロックチェーンのほとんどにスケーラビリティの問題があると言ってよい。例えば、イーサリアムでは、ユーザー数が増加するにつれて、ネットワークが混雑し、取引速度が低下して、取引手数料が高騰した。今や、スマートコントラクトが稼働している体のプラットフォームを少なくとも、ギリシャ神話に登場する多頭の蛇を意味するウロボルスハイドラが実装されていなければ、いずれ同じ運命を辿ることになる。ということですね。まあ、だからこそ、あこれが、 えっと、ハイドラというものが必需品だと言われているということです。っていうのはやっぱりね、あの、ネットワークが混雑して取引速度が低下、ここまではわかるんですけども、なおかつ取引手数料が高高騰したとなると、普通に考えてですね、あの、サービスは遅,遅くなりました。そして手数料は、あの、その分たくさんかかります。っていう n では、まあ、はっきり言ってこう、踏んだり蹴ったりというかですね、利用者にとっては、あの、本当にね、平常、あの、 なんていうんでしょうか。尋常ではいられないはずなんですね、本来は。まあ、そこはね、いろいろ事情があるんでしょうけれども。はい、ということで、あの、次に行きましょう。そのために、ハイドラコア、コアブロックチェーンに多数のサイドチェーンを 追加し、これはオフチェーンとも言われています、えー。多数のサイドチェーンを追加し、ネットワークの負荷をさらに大きなインフラに分割する。ハイドラのアップグレードはまだ開発中であるが、シミュレーションでは各サイドチェーンはおよそ 1000tps の処理が可能である。つまり1000個のサイドチェーンがあれば、カルダナの処理能力は100万 tps に達する。その時点でこの,このプラットフォームは世界中のユーザーから後半に 採用されてもこれに対応することができるようになる。ということで、まあ、あくまでも理論上は100万 TPS というふうにあの言っていますし、あと IOHK のブログでもね、あの、まあ理論上はこうなんだけれども、実際にあのそれができるかどうかっていうのはまた別の話であると。また、あの、いくらここでね、処理速度が上がりましたよって言ってみたところで、それは、あの、やっぱり需要に応えながらね、少しずつ上げていくっていうのがこう現実的かなと思います。つまり、まあ、あの、どのようなあの世界中 から、ね、あのアクセスが殺到したとしても、その需要に応えるべく、まあ、TPS をあの上げて、その需要に合わせて、ね、上げてあのいければいいんじゃないかなと、まあそういうあの、そういうつもりであると思います。なのでね、あの処理速度だけでこう競ってどうだというような、ね、ものではないわけですね。はい、で、カルダの絵の投資理論。ディファイ製品は導入が急増し、2021年に入ってから11倍の2600億円にまで え、高騰している。しかし、DeFi のサービスは無料ではない。ユーザーは基礎となる暗号通貨。カルダノの場合はエイダトークンという形で取引手数料を請求される。別の言い方をすれば、カルダノブロックチェーン上のダップスを採用し、DeFi 製品に投資するユーザーが増えれば増えるほど、エイダトークンの需要が高まり価格が上昇するはずだ。 ですよねやっぱりあの需,要需要に応じて、ね、買うということになりますから、まあ、さっきの,あのイーサリアムの話じゃないですけども、ガス代高いって言いながらも、やっぱりイーサリアムを買ってしまう。 っていうのは、あの、まあ、そこにそのディ,ディファイの製品があって、それを利用したい。そのためにイーサリアムが必要だから買うっていうことで高くてもあの買われているわけですよね。ただ、まあ、あの、ユーザーとしてはですね、そこでこれ使いたいんだけど、今高いからやめておくっていうよりは、あの、料金がね、安い方が、手数料は安いに越したことはないですよね。それはあの、手数料、早くて安いに越したことはないわけですね。それを実現するべく、あの、なおかつその、 あの、それの、その、まあ、あの、土台になっているのは、やっぱり、もう、あの、 何て言うのあのバ、バグを極力取り除いてってもうテストネットにテストネットを重ねて、バグを極力取り除いた上であの、えー、セキュリティですね。このセキュリティを万全にした上でということになりますね。それで処理速度は速く、そして料金を安く。これをカルダノはやろうとしているので、あの、まあ、普通に考えてみてね、これね、時間かかることなんですよ。それをあの理解した上でね、投資していただきたいですし、またこの記者の方もね、おそらく理解、あの、この論調ですと理解していらっしゃるだろう。 なという,ふうに思われますでもちろん現時点ではイーサリアムブロックチェーンの2800 28もある DAPS や DeFi に投資された1710億ドルに比べればカルダノエコシステムは小さいしかしカルダノは依然として魅力的な投資対象であるブロックチェーンはピアレビュー査読を受けた研究に基づいて構築されており経験豊富な開発者チームは大変整然とした成長戦略を実施しており 最終的にはカルダノは高度にスケーラブルなプラットフォームに仕上げられるはずであるというふうにこの記者の方は見てくださっています。ということでですね、あの、ま、遅い遅いと言われつつも、それでもね、カルダノにとってはスケジュール通りなんですね。もうやろうとしていることが、あの、地元のね、そのトレーダーさんを喜ばせるってことじゃないんですね。残念ながら、そこはある意味残念ながらですね、地元の,の一部のトレーダーさんをね、喜ばせるためにやってるんじゃないんですね。あの、 まあこれ、これちょっとまたスケールの大きな話になっちゃうので、またちょっと後にしますけれども、さらに広く取り上げると、エイダを所有すればカルダノのエコシステムのステークホルダーとなり、そのエイダトークンをステークプールに委任して、 報酬を得るることもできるし自分でステークプールを立ち上げることもできる、エコシステムが成長すれば取引量が多くなり、その分だけ報酬も増えていくことになる、ある意味企業の株式を所有するのと似ており、だからこそこの暗号通貨は賢い長期投資になるゆえんであるということでも、あの暗号資産であるにもかかわらず、つまり、ね、あの暗号資産っていうのは、あの爆上げ、もう1日で、ね、24時間以内にものすごい爆上げするものもあるわけなんですね。まあ、はっっきり言って短期投資だしもうギャンブルに近いものがあるんです ですけどもその暗号通貨の中では本当に数少ない賢い長期投資になるものだと、この記者の方はね、そう見ているというか、あのそこまでね、なんかあ掘り下げてくださってるんだなと思うと、ね、かなりカルダネーダファンとしては嬉しいなと思いますね。あの賢い長期投資になる,なるんだよということを、ね、あの言ってくださっています。で、え本あで最後にあの面積事項ですが、本記事は執筆者の見解を表したものであり、モトリーフールプレミアムアドバイザリー サービスの公式の推奨ポジションとはこの異なる場合があります。私たちはモトリーです。えー、投資理論に疑問を持つことは、たとえ自分自身の理論であっても、私たちが投資について批判的に考え、もっと賢く幸せで豊かになるための意思決定を促します。ということで、まあどんなにね、 その時はもうこれはいけるぞと思ったとしても、正しいと思えたとしても、その時の投資判断っていうのはね、かなりやっぱり間違っていたり、思い通りにいかないことなそれはもう多々あります。ということで、まあ今一度ちょっとね、踏みとどまって、今これに投資するべきか、それとも行くべきかっていうのはね、各自で、あの、それぞれ判断を下していただければというふうに思います。にしてもですね、私はこの記者さんはね、本当にここまで掘り下げてくださって、あの、嬉しいなと、最終的には賢い長期投資だというふうにね、あの、見てくださって嬉しい ちまた、まあ、にはいろいろなことが起きますしいろんな噂が立ったりとかですねちょっと私この後にも付け加えようと思ってたんですけどもあの14分も喋ってますので、ね、あんまり長くなってもあのちょっとね集中できないと思いますのであのこの辺で失礼させていただきますけれども。 はい。あの、この記者の方は、まあ、さっきも言いましたけれども、あの、賢い長期投資ということで、まあ、カルダのエイダは、その、ま、地のトレーダーさんで喜ばせて差し上げたいのは山々ではありますけれども、やっぱりあの、銀行を、 え、サービスですね。あの、手数料が高くて銀行サービスに今までアクセスできなかった。そういう、えっ、ー、と、まあ、かつて言われていましたけれども、30億人の財布になるべくですね。その30億人を救うべくですね。まあ、そういう、えっ、ー、と、まあ、大掛かりになっていうかね、まあ、大きな、この、野望を持ってね、立ち上げられたプロジェクトでありますので、当然のことながら、そういう方たちのセキュリティを、あの、万全にしながら、あの、その方たちにも、こう、富を築いてほしい。金融世界にね、参加、渡して 私と同じあの対等にねあのそういう方たちにも。 えー、平等に参加してほしいという願いも込めて、あの、立ち上げられたプロジェクトですのでね、これからも、あの、応援していきたいですし、応援をお願いしたいなというふうに思います。えー、それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また、あの、いつもね、あの、チャンネル登録いただいたり、あの、いいね、高評価ボタンたくさん押していただきまして、本当にありがとうございます。またね、これからもよろしくお願いいたします。では、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。